T-372E と T-37BT-37 は1950年代にセスナが開発した初等ジェット練習機である。愛称は 2E とまたは 2E ティバード。E、1952年アメリカ空軍は訓練家程オールジェット化構想に基づいて航空機メーカー各社に新型初等練習機の提案を求めた。セスナは モデル318案で応じ、これが1952年12月に T-37 として採用されることとなった。試作機 XT-37 の製造契約が1953年に締結された。初飛行は1954年10月12日のことである。1956年より部隊配備が開始された。 T-37 の実用化を受けて、1961年4月から、それまでの初等練習機 T-34 メンターを廃止し、全ジェット訓練コースが開始されたが、1964年には訓練効率と経済性の面から、飛行的性検査先 T-41 の導入が始められた。1986年に本機の後継機となる、 はずのフェアチャイルド T-46 計画が頓挫したため、1989年にセイバーライナー社による T-37B 寿命延長回収が始められたが、1999年以降はターボプロップ機である T-6 的3通との交代が進められ、2009年までに全機が退役した。海外へ輸出された機体も退役が進んでいる。 ジェットエンジン双発の機体であり、エンジンは主翼基部にある。主翼は直線翼であり、水平尾翼は垂直尾翼中ほどにある。エアインテークの前にステップが設置されており足しで乗り込むことができる。中等過程以降の練習機で一般的な前後に座席を配置する、タンデム複座式ではなく、初等練習機に多い左右に座席を配置する。 並列複座方式をとっているのが特徴である。そのためキャノピーは大きく広い視界が確保されている。コックピットは簡素化のため予圧されおらず一部の訓練では酸素マスクが必要となる。操縦席はアナログケーキを使用する伝統的なスタイルである。高度な極技飛行も可能であり、極技飛行体にも採用されている。試作型 XT-37。37 ありがとうございます。